役所。奥さん既婚者ですよね。婚姻届は受理できません。毒親に彼との結婚をもう反対された。無視して籍を入れに行くと、私はすでに既婚者になっていて、中学から高校時代に生徒間でのトラブルが原因で2年間引きこもり生活を経験したことがある。しかし20歳を過ぎた頃にオンラインゲーム内でとある出会いがあった。彼はオンラインゲームで丸2年ほど、ゲームとは関係ない、たわいもない私の話にも付き合ってくれた。次第に人を信じることを思い出した。私はかなり勇気を出して、会いたいと彼に気持ちを率直に伝えた。すると彼も、俺も会いたいと言ってくれて、私は彼と日時を決め、実際に会うことになった。会ってみると、ますます私は彼に惹かれた。リアル世界でも彼は変わらず優しく、何度目かのデートの時に、彼の方から付き合いたいと言ってくれて、お付き合いすることに。両親も彼と交際することを許してくれ、私は幸せの絶頂だった。だが引きこもりを卒業し、普通の人と同じように生活をし、働くようになると、両親の態度がだんだんおかしくなってきた。あなたにあの男はふさわしくないわ。別れなさい。そうだな、もうあんな男と付き合わなくても、一人で大丈夫だろう。当然私は理解ができなかった。引きこもりだった私が、外に出るきっかけをくれたのは彼のおかげ。そう両親にも何度も説明したけれど、両親の言葉は変わらないままだった。両親に責められたことで家出をした私は、彼の家に荷物をまとめ持っていき、お願いします。ここに置いてください、と頭を下げた。一緒に暮らすのは俺も嬉しいし、歓迎するけど、それではけじめがつかないから、きちんと君のご両親に挨拶するよ。不安もあったが数日後、彼と二人で実家に赴いた。すると案の定両親は、彼を家にあげることはなかった。それでも彼は怒ったり、機嫌を悪くすることなく、玄関先で失礼します。娘さんをご心配される気持ちはわかります。ですがけじめはきちんとつけたいと思いますので、入籍をお許しいただけませんか？彼は土下座する勢いで、私のために頼んでくれたのだ。そんな彼を見て、私は嬉しくてたまらなかった。しかし両親の反応は、現実に出会いがないからって、ゲームに逃げていたような男なんて、うまくいくわけないわよ。そうだ、大体お前騙されてるんじゃないのか？こいつはいい人のふりをしているだけだ。絶対に認めんぞ。両親が引きこもっていた期間に、面倒を見てくれたことも、育ててもらったことにも感謝はしている。でも娘がこの人ならと思っている相手を、問答無用で拒絶しているような両親に、嫌気がさしていた。俺自身が親兄弟と折り合いが悪いから、失礼のないように、きちんとしたいと思ったんだけどね。ごめん。彼は彼で家庭に事情があったことは、前から知ってたし、だからこそ、私のこともよく理解してくれていることも、わかってたから悲しかった。結局、私たちは二人で話し合い、両親に認めてもらえずとも、入籍のみでも済ませようと決め、市役所へ。すると受付の人から、とんでもない言葉が返ってきた。受け取れません。というか、あなたすでに結婚されてますよ。は？言葉の意味が理解できずに、彼と顔を見合わせてあぜん。もちろん誰かと籍を入れた記憶なんてなかった。全く身に覚えのないことで、私がパニックになっていると。この婚姻届が出されてるのって、君が引きこもってる間じゃないの？彼に言われてよく見てみると、確かに私が引きこもっていた。17歳の時に婚姻届が出されていた。そして相手の名前は、全く知らない男性だった。誰これ本当に私。心当たりも全然ないんだけど、私たちのあまりの慌てように、受付の人も何かおかしいと思ったらしく、上の人を呼んでくれた。そして調べてもらった結果、私の結婚相手として名前のあった人物は、当園の親戚のおじいさんだった。信じられない。年の離れた結婚なんてレベルじゃない自分が、なぜこの人と結婚しているのか全くわからなかった。不幸中の幸いだったのは、書類上、私は嫁ということになっているので、いろいろ調べることができたこと。彼と一緒に、いろいろ調べていくと、徐々にピースは埋まっていき、真実が浮き彫りになってきた。そのおじいさんは一代で会社を起こし、一財産を作り上げた人だったが、家族関係は良くなくて、一人息子は奥さんが引き取る形で離婚していた。息子さんとは、それ以来、会っていない状態で、現在は施設に入所しているとのことだった。そこからさらに調べた結果、私の両親だけではなく、他にも複数の親戚が絡んで、今回の婚姻が仕組まれていたことが発覚。こんなことってあり得るの？一旦、君のご両親に話を聞きに行こう。私と彼は証拠を持って、両親に話をつけに行った。しかし、バレたなら仕方ないわ。だからさっさと別れなさいって言ったのよ。まあお金は今まで通り動かす予定だから、あなたもこのままでいなさいよ。
あ、お小遣い程度なら、あげるから安心してちょうだい。母の口からは信じられない言葉が、次々に出てきた。まあ、そういうわけだ。別にその男と付き合っても構わないが、お前たちは不倫していることになるな。父は、ニヤニヤと私たちを見ながらそう言った。そこから語られた真実は、両親の経営している会社の業績が、思わしくなく、倒産寸前だったらしい。そこで親族会議が行われ、ちょうどその時引きこもり状態だった私と、婚姻関係にさせ、おじいさんのお金を親族で使おう、という計画を思いついたそうだ。さらに父と母は、お前がこんな早く立ち直るとは思わなかったんだよ。じいさんも、もっと早く死ぬと思ってたしな。あんたが社会復帰したおかげで、全部計算が狂っちゃったわ。それもこれもあんたの彼氏のせいよ。とにかく他の親戚とも話し合った結果、お前さえ黙っていてくれれば、丸く収まるんだから、おとなしくしてなさいよ。私が何も言い返さなかったので、両親は私が全ての言うことを聞くと思い、安心したようだった。だが、私はその時に、絶対両親や親戚に仕返しをしてやると、決意していた。勝手に婚姻関係にされていたなんて、絶対に許されるわけがない。まずはじめに、私はそのおじいさんの息子に、連絡をすることにした。はじめまして、勝手に調べさせていただいたこと、申し訳ございません。少しお話をしたいのですが、構いませんか？息子にコンタクトを取った私は、これまでの事情を細かく説明して、どうか力を貸してくださいと頭を下げた。初めて会った息子さんは、最初こそびっくりされていたが、私の言葉に真摯に耳を傾けてくれ、協力してくれることを誓ってくれた。それと同時進行で、弁護士などにも協力を仰ぎ、成年後見人制度も活用して、少々時間はかかったが、私はなんとか離婚することができた。私がここまで頑張れたのは、協力してくれた息子さんと、何より大事な存在の彼が、サポートしてくれたからだった。それから数日後、私の離婚をどこからか聞きつけた両親から、すぐに連絡があった。自分が何をしたかわかっているのか。金がないと、うちの会社が潰れちまうんだ。どうしてくれる？親戚中から責められて、私がどんな思いしてると思ってるの。こんなことになったのも、全部あんたのせいよ。あんたなんか、ずっと引きこもってればよかったのに、この役立たずめ。携帯の留守電には、両親の罵声がいくつも録音されていた。今まで散々私の名前を使って、甘い蜜を吸ってたくせに、私は怒りが収まらなかった。私と彼は一族と縁を切った上で、改めて息子さんと一緒に、親戚連中や両親を訴えることにした。好都合なことに息子さんが、腕のいい弁護士を紹介してくれたのだが、その弁護士曰く、長い間この仕事をしているが、ここまで性根が腐っている親も、なかなかいない、と言っていた。確かにまだ未成年の子供を使って、金目当てに結婚させるなんて、今の日本じゃ考えられないことだ。その後のことは、すべて弁護士さんにお任せして、両親には慰謝料を請求することにした。慰謝料払ってほしいのはこっちよ。会社は倒産寸前よ。親戚もお金がなくて困ってるのよ。すべてあんたのせいなのよ。両親からは相変わらず、そんな留守番電話が入っていたが、それらの暴言などもすべて、証拠として警察に提出。暴言なども合わせて罪に問うと、弁護士さんの方から、両親へ伝えてもらった。警察、裁判と聞いてさすがに、両親、親族もひるんだのか。それ以降私の携帯に連絡が来ることはなく、後日、あっさりと慰謝料が支払われることになった。それからしばらくして、親族たちの会社は倒産。そのことで、両親や親族も相当揉めたらしく、暴力沙汰にもなり、親族の何人かは塀の中に入ることとなった。両親は会社の借金を抱え、持ち家を売り、どこか遠くへ、ひっそりと引っ越していった。今はどこでどうしているのかは、知らないし、知りたくもない。彼と出会えなければ、私は一生家の中で、両親から、人生を搾取され続けていただろう。これから私は二度目の結婚生活を、大いに楽しみたいと思っている。